石坂氏は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師、バーミリアン、参ヒンバジェンティルドンなほか、数々の活躍場を管理していた。佐賀県出身、立命館大学経済学部卒、実施は調教師の石坂孝一。1950年、佐賀県に生まれる。父親は、佐賀大学にて、英文学専攻の教授をしていた。 学生時代から熱心な競馬ファンであり、立命館大学を卒業後に北海道へ移り、競走馬の牧場に就職。この時は長続きせず退職し、以後しばしアルバイト生活を送った。しかし1978年、致命的な骨折からの闘病を続けていた競走馬、テンポイント志望の方に接して、突如、無償に牧場で働きたくなり、 競馬雑誌に掲載されていた、優秀牧場の従業員募集に、応募、28歳で、同場に就職した。半年後、優秀牧場創立者の一名である中央、競馬長教師、内藤茂春に誘われ、内藤の下で、休務員となった。翌年、調教助手資格を取得し、1982年には、新規開業した同郷の橋口幸次郎厩社へ移籍。 以後15年間、橋口9社で助手を務めた。1997年3月、通算12回目の受験で長教師免許を取得し、翌1998年3月、立党トレーニングセンターに自身の9社を開業した。初年度から11章と新人としては好成績を上げた。2年目は期待馬であった競泳床の死亡などもあり12勝と、 伸びなかったが、翌2000年10月、管理場大拓山とが、スプリンターズステークスで16頭立て16番人気という、低評価を覆して優勝。石坂とともに、重賞初勝利を、GI 競争で飾った。同馬は、石坂の開業祝いに、橋口厩舎から、天馬屋となった権威があり、移籍当時は準オープン馬であった。2001年からは、年間30勝前後、 安定して記録するようになり、2006年にはアロン・ダイトがジャパンカップダートを制して6年ぶりの GI 制覇。2007年にはバーミリアンとアストン・マーチャンで5つの GI 級競争を制した。バーミリアンは世界最高賞金競争のドバイワールドカップに2年連続で出走したほか、2009年には JBC クラシックを制したことで、 GI 勝利が8となり、JRA 検証馬のシンボリルドルフ、テームオペラ王、ディープインパクトなどが保持した GI 勝利数の日本記録を更新。最終的には2010年に川崎記念を制して記録を9まで伸ばした。2011年には自己最高の年間44勝を挙げて優秀調教師賞を初受賞した。翌2012年にはジェンキルドンで、 大賀賞を勝ちクラシック競争初勝利。さらに同馬は、優秀品馬、周歌賞を制して、史上4頭目の品馬3冠を達成し、石坂も、史上11人目の品馬3冠トレーナーとなった。2021年2月28日をもって、定年のため調教師を引退。生涯通算成績は5813,690勝試合14勝試合13勝。 ギー22章123戦19章 GI9 章 GII6 章ギー3章6戦2章 GI1 章太字は文下生括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。調教師名官 JRA。JRA.JP。2021年2月28日閲覧。石坂忠し、調教師競馬ブック。 p.keibabook.co.jp2021 年2月28日閲覧2014年有馬記念レース結果 netkeiba.com2014 年12月30日閲覧2012年新山記念レース結果 netkeiba.com2014 年12月30日閲覧2012年 ローズステークスレース結果 netkeiba.com 2014年12月30日閲覧、オークス、歌詞の女王は、新ハライト、桜のリベンジ果たすなど、産経スポーツ2016年5月23日、閲覧。ありがとうございます。